トラウマブロック解放マスターのひろちゃんこと矢作ひろみです。福島県の平田村で復縁の宿をやっています。今回の動画は福島市にあるコミュニティフリッジひまわりを取材してきました。ではどうぞご覧ください。おはようございます。ひろちゃんこと矢作ひろみです。福島県の平田村で復縁の宿というゲストハウスをしています。マインドセラピストでもあります。今日は福島に来ました。こちらが、山田さんです。山ちゃんって呼んでいます。はい、今日はこちら、はい、まずいろいろ説明していただいていいですか。はい、こちらコミュニティフリッジと言いまして、ちょっとじゃあ 前で、ああそうですね、はい、はい、こちらコミュニティフリッジということでですね、条件がありまして、条件に合致した方がですね、こちらの方に入っていただいて、ちょっとこちらは無人という形で運営させてもらってるもんですから、さっき言われた条件って何ですか。はいはい、条件っていうのは児童扶養手当と、児童扶養手当、はい、就学支援、就学支援、はい、を受給されてる、受給をされている一人親の方とですね、一人親、はい、ああだから父子家庭とか母子家庭の方ですね。そうですね、はいはい、あとは奨学金を、受給してるやっぱ学生さんですね。奨学金を、はい、いただいてる学生さん、はい、はい、それが条件なんですね。そうですね、大丈夫ですよ。はい、はい、あ、そういう条件の方が登録されて、はい、ここ無人のアパート、ここ、はい、野田町ですね、福島市の野田町にある、はい、はい、ツインコート B の105になります。105ですね、はい、はい、後でリンク貼り付けておきます、はい、こちら登録されるとご利用できるそうです、はい、でここに来ている食べ物とか生理用品とか飲み物とか、皆さんからのご寄付でですね、寄付なんですね、成り立ってるということでですね、はい、本当にでも、量が少ない、これだけしかないんですけど、これでも大丈夫ですかっていうですね、声をかけていただける、市民の方がですね、本当に多くてですね、なんか私たちこう運営させてもらってるんですけど、本当に大きな力を、毎日毎日いただいているんです。そうなんですね、はい、少なくてもいいですかってね、はい、謙虚にね。でひろちゃんも今日は無農薬の玄米を、はい、持ってきました。ちょっとこれこういうの2袋ぐらい、30キロぐらい、はい、ちょっと小分けにしてきたので、はい、はい、玄米だから圧力鍋か何かでこう炊いてもらえればいただけると思うんですけど、はい、どうぞ召し上がってください。はい、ここは何でできたんですか。後ろにいらっしゃるのが、そうなんです、吉成さんっていう、ね、吉成さんですね、はい、BLT カフェを、経営されてたんですけども、昨年の5月の12日にですね、天国へ先に立たれまして、その方が BLT のところでですね、みんなの倉庫、食料庫ということでですね、オープンしたんですけども、これをもうやってたんですね。そうなんです、そうなんです。吉成さんが、はい、やってたんです。やってたんですね。はい、それはもう性善説ということで、皆さんを疑わないと言いますか、もうその棚とかですね、冷蔵庫にもうそのまま、それぞれの皆さんがこう置いていくっていうスタイルを取ってました。お店の脇にこう棚があって、そこに置いてったんだ。はい、そうです。こういう食料品とかを。はい、でそれを自由にこうもらって。そうですね、欲しい人は欲しい方がもらっていくって感じなんですけど、こちらはもう、性悪説って、本当に、疑い切るという形でですね、実際にこちらには防犯カメラが8台あったり、あとは先ほど入っていただいたんですけど、部屋に入るのにもですね、あ、ここはね防犯カメラもあるし、はい、そうです、あるね、確かにね、はい、ありますね、はい、8台ついてます、8台ついてて、はい、あとは入られた入室と退室の、ところもですね、どなたが何時何分に入られて出られたっていうのもしっかりですね、登録されています。またじゃあ安心だね。そうなんです、それと実際にですね、ご寄付いただく方はですね、事務局の方を通して、登録をしていただいて、またそちらのですね、食料品とか日用品も確認させてもらいながら、はい、こちらの方に置かせてもらいますから、はい、そういうところもしっかりと、はい、対応させてもらってるっていうことですね。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこう撮影させてもらって、はい、はいはいはい、じゃあ登録は山田さんにちゃんと登録をして寄付する方もね、はい、はい、と言いますか、そうですね、福
島ひまわり里親プロジェクトというですね、福島ひまわり里親プロジェクト、はいはい、そちらの方のホームページの方にですね、はい、あの、はいはいはい、コミュニティフリッジ、あの、はい、ひまわりということで、コミュニティフリッジひまわり、はいはい、こちらの方からですね、はい、まあ、利用される方、はいはい、また ご寄付をいただく方ですね、はい、そちらからはい、まあ、お願いしたいと思います。わかりました。今日は何もしないで来ちゃった、はい、ごめんなさい。大臣さん、ありがとうございます。ではバイバイ。はい、はい、コミュニティフリッジひまわりさん、これあすごい、好きなだけお持ちくださいだって。こういうお菓子も、わー、醤油ラーメン、お菓子、そしてこちらは乾パンですね。お米もお蕎麦もあって、そしてこちらはお水、糸コン、必要な分だけお持ちくださいって。はい、糸こんにゃくとか豆腐とか、あとこれは何、ブルーベリージャムですよ。ブルーベリージャムもある。はい、そしてこんにちは、吉成さん、こんにちは、お邪魔してます。お飲み物、はい、鍵アプリ登録世帯1回のご利用2本まで。何が入ってるのかな。おお、ほら、ヨーグルトも、あ、おむすびもありますね、ジュースも、あらららら、すごい。はい、アクアエリアスも入ってましたね。あ、こちらは日用品ですね。1回のご利用につき各1個まで、洗剤、石鹸、生理用品、ティッシュ、災害対策用の乾パンですね。すごいですね。あとこちらは全国から応援でできたハグカレー。あ、そう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 、私も少し寄付させていただきました。このハグカレーですね、ハグカレーもいただけるんですね。これもこちらで、障害のある方たちが作られているカレーなんですよ。お互い様の町福島って言って、吉成さんのこの気持ちが込められているんですよね。中辛です。1人前 200g。 このカレーもね、素晴らしいですよね、こういう取り組みが。よしよしよし。はい、あとこちらも白菜ですね。田村市の佐久間様よりお野菜いただきました。ありがとうございます。お好きなだけ持って行ってください。人参も、大根さんもありますね。はい、お部屋にはこうやって、防犯カメラが何台もあるので安心ですよね。はい、ちょっとじゃあ遠くからちょっとこの辺から撮ってみっか。はい、はい、このような形になっております。ピッ、はい、福島市の子ども食堂マップ、これですね、コミュニティフリッジ、フリッジひまわり、ね、コミュニティフリッジドアって、ほらほら、書いてありますね。こういうね、こういう取り組みがこういうところでできているわけだ。すごいですね。はい、ご自由にどうぞ、母子無料の家、お母さん。就職情報とかですね。あ、職情報、はい、就職情報もあるんですか。短時間で人に合わせたお仕事です、ね、求む、はい、眠っている経験、必要とされる役に立つ仕事があります。あ、体の介護以外のサービスとか、サロン、ハイム、斜めの関係でつながりませんか。あ、すごい。あとはこういうの取ってもよろしいんですか、はい、ご利用者様からのメッセージ。ほらほら、普段購入できないものをいただけました、また来させていただけます、ありがとうございます。ほら、ありがとうって、ほら、お子さんのほら書いた、ほらほら、字だよ、ありがとうって。はるまちゃんね、お米、チョコ、とっても嬉しい、皆様の優しさに感謝いたします、ありがとうございます。 Mラーメンとお米いただきました、とっても嬉しいです、いつもありがとうございます、美味しくいただいています、本当にありがとうございます、とても助かります、家族で美味しくいただきたいと思います、ヨーグルト家族でいただきました、ありがとうございますって、ほら、いつもありがとうございます、子供たちにお腹いっぱい食べさせることができて本当に嬉しいです。本当そうだよね、食材いただくことがこんなにも不安が解消すると気づかせていただきました、皆さんの気持ちがとっても嬉しいです、いつもありがとうございます。
こっちがフードプレゼンター様からのメッセージ、もし使っていただけたら嬉しいです。子どもたちの笑顔に貢献できたら嬉しいです。子どもたちのために物を通して心や未来が、なんだ、なんて書いてある、光りますようにですね、光りますように、美味しく召し上がってください。お役に立てれば、物は大事に心は楽しく、たくさんの人に笑顔が届きますように、少しでもお役に立てたら最高に嬉しいです。どうぞ使ってください。美味しいものを食べて、あったかい布団でゆっくり眠る幸せ、少しでもお役に立てれば嬉しいです。毎日笑顔で過ごせますようにってね、どうぞ食べてください。元気に皆様で笑顔でいられますようにというね、フードプレゼンター様からのメッセージと、それからご利用者様からのメッセージがここのね掲示板にね貼ってありますから、どうぞ皆様もどうぞどうぞ ご寄付の方よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。皆さんもコミュニティフリッジひまわりをどうぞよろしくお願いします。ご寄付の方もどうぞよろしくお願いします。ひろちゃんは Facebook、アメブロ、Twitter やってます。そしてこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。目指せ1000人です。次回をお楽しみに。ではまた。